こんにちは、木下ゆかです。今日はじゃんじゃんチーク菓子をやりたいと思います。今日作るのはハッピーキッチンのハンバーガーですね。すごい、これポテトも出てくるんですよ。今日はね、作っていきたいと思いますね。頑張りましょう。ハンバーガーの素、ポテトの素、パンの素、ケチャップの素、チーズの素、コーラの素。おお、すごい素がいっぱいある。今までのチーク菓子より多いかもしれない。まずはトレーはこんな風にそれぞれ切り離します。ここにポテトの素を入れます。お水を入れます。そして混ぜます。なんかポテトっぽいちょっと匂いが、まさかポテトになるのか。ポテトの匂いがします。混ざったポテトを指で平らにしたら電子レンジで温めます。次はハンバーグの素を作ります。じゃあ次はハンバーグを作ります。あ、ハンバーグみたいな匂いがします。ハンバーグの匂い。そしてここにハンバーグを入れるわけです。うん、こんな感じですね。次はパンを作ります。これはパンの匂いじゃないですね。これも電子レンジ温めます。すごいですね、最近のチーク菓子はさ、電子レンジを駆使しますからね。ハイテクですよ、ハイテク。すごい、わかりますか、ちゃんとパンがふっくらしてます。で、さっきチンしとったポテトの粗熱が取れたんで取りたいと思います。おお、なんて細かい作業なんだ。なんかミニチュアのお菓子作るのってさ、楽しい。ジャパンって感じわかんないけど。ポテトが切れました。次はチーズを作ります。あ、チーズの匂いチーズの匂いがするよ。めっちゃ危ないですよね、ぬいぐるみに対してどんだけ寂しい人っていう感じ。こういう動画もさ、いいんじゃないかなと思ってさちょっとやってるんですけどね。危ない匂いしかしないですね、この動画。チーズ綺麗な四角にするのが難しい。こんなん子供できんわ。私でもできんのにはい、こんな感じに伸ばしたら、これを2つに切ってチーズを2つ作るわけです。ケチャップ作ります。やばい、まずい、入れすぎた。大丈夫だ、ケチャップだから許容範囲だ。ちょっと緩いケチャップ。そんなケチャップがあってもいいんじゃないでしょうかね。じゃあついにこのパンとハンバーグを取り出します。お、出らん、パンが。おお、出た。これをそれぞれダブルバーガーにするべく、それぞれの形に切ります。いい感じ、いい感じ。これはね、4つのハンバーグにするんですよ。こんなちっちゃいものを4つにするって、なんて貧しい感じがしますね。4等分は難しいぜ。むちゃ言うわ、4等分とか。膨らみが足りんかったのかな。なんとか4つのハンバーグに切れました。ついにハンバーグができますよ。まずはパン、ハンバーグ、チーズ、ケチャップ、そしてまたダブルハンバーグだからハンバーグ、そして蓋をして、じゃーん、完成です。ハンバーガーです。じゃあ最後はね、コーラを作ります。ハンバーガーって言ったらコーラですからね。コーラの匂いするうわうわうわ、うっそ、シュワシュワ言うとる、シュワシュワ言うとる。コーラみたい。わー、出るやん、溢れるやん、これ。あー、危ない、危ない。ギリギリのところ、ドッキリしますね、これ。そんなところまで再現しなくてもすごいですね。そしてあとポテトのね、箱とか作ります。最強にめんどくさい、これは最強にめんどくさい作業だ。こんなん本当に最近の子供がやらん、これ。匠の技術がいるよ、できんでしょこれ。あー、かわいい、コーラカップできた。私だけできるけどさ、多分 YouTuber できん人いっぱいおるよ。私の頭の中にはちょっとできん YouTuber 今いっぱい浮かんどるよ。おー、
た。この中にポテト入れます。やばい、めっちゃかわいい。じゃーん、旗もできました。これをハンバーガーの上に刺す。トゥルトゥートゥルトゥートゥルトゥー、じゃじゃーん、ハンバーガーが完成。完成です。これってちょっと素晴らしいだけじゃないでしょうか。ハンバーガー2つにポテトにコーラです。まあすごい。すごい、かわいい。できました。できたね。本当についに食べたいと思います。いただきます。まずはやっぱりハンバーガーから。私ちゃんとハンバーガーの味はするんでしょうか。うん、何の味だ。薄いハンバーガー味のパンって感じです。作るのあんなに時間かかったのに食べるの一瞬です。じゃあいただきます。なかなかのもんです。コーラをいただきます。あー、コーラの駄菓子の味がします。あの粉のやつもシュワシュワってなりよったもんね。水入れたら。ポテトいただきます。あー、めっちゃ味が薄いポテトのお菓子の味。最後はコーラで締めたいと思います。ごちそうさまです。なんか結構綺麗な感じにできて、私としては満足です。チク菓子楽しかったです。楽しかったね。これいらんね。楽しいのでぜひぜひ皆さんも作ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。